おはようございます。釣り子 TV です。針好きとしてはですね、なんか使ったことない針があったらちょっと買ってきてみたいってこうなっちゃうわけなんですけども、カルティバのこのウィードをぶち抜くフリッピングフックね、フッ素ブラックって書いてありますけども、で、あの大好きなツイストロックシリーズのちょっと使ったことない針をですね、釣り具屋さんで見つけたので、よく使う40番とですね、50番買ってきてみました。あー、これはちょっとね、使ってみたいなっていうのが、あの最近流行りのね、フッ素加工ですよね。これ、あのフィッシングショーなんかフッ素加工ってやっぱ違うんですかとか、針メーカーさんとかにいろいろ聞いたら、やはり違うと、全然違うと、こういう回答が、まあ、いや、あんまり良くないですよなんていうことはまずないでしょうけどね。ただ結構ね、なんだろう、気持ちのところもあるかもしれないですけど、このフッ素加工っていう針を使うとなんか釣れる気するんですよね。まあ、あの釣りね、フィジカルも大事ですけど、あのメンタルも非常に大事ですから、こういった自信のある針で、打ち続けるっていうのは一つね、重要になってきますんで、これ一つ買ってみました。じゃあね、なんだろう、50番ちょっと開けていこうかななんていうふうに思いますけども、オーナー針ね、はい、こんな感じね。これやっぱツイストロックのバネッチャ使いやすいですよね。真ん中にね、この1本コイルのセンターにこのガイドのまっすぐの番線が入ってることによって、ほんとね、スルスルスルっと真ん中でバランスよくつけられるんですよね。で、この結構太軸なんですけども、フッ素加工してるんでツルッツルな感じですよ。これがね、やっぱフッ素って、あの摩擦係数が最も、少ないとか、なんかいろいろ書いてありますけども、本当にねツルツルっていうのも、結構ね、2月中とかこの手の、太軸の針を使ってダムね、トズラッパラダムとかで、あのプルフラットの釣りとかずっとやってたんですけども、ね、やっぱね、冬はちょっと噛む力が弱いのか、針先がかかんなかったね。水面まで巻き上げてきたんで、もうこれは釣れただろうって思った矢先にスポーンって口の中から出てきて、見たら針先が露出してなかったとかですね、針が全くかかってなかったっていう、バラシを何回か経験してですね、で今までお気に入りで使っている針はですね、まだフッ素加工してない、まあ同じくオーナー針の針だったりするんですけども、フッ素加工してない針で結構バラシを多発してしまったっていうのがあって、似たような線形で、あのフッ素加工した、まああとこの大好きなツイストロック風な針がないかななんていう感じで探していたら、ちょうどですね、こんな感じでかっこよく売ってたんですね。で、1袋450円で、これは3本入っていますね。40番も、450円で、3本入っているということで、強度貫通性抜群って書いてありますね。ちょっともう貫通してほしいんですよね。やっぱね、この真冬で1回しかないバイトがね、貫通してない時のあの絶望感たるや、もうなかなか筆舌に尽くしがたいものが、もっと強く合わせろよって感じなんですけどね。何にしても当たりが少ないんで、半信半疑になっちゃうんですよね。もうなんか違和感があったら全部合わせてやろうって心の中では思ってるんですけども、朝から夕方まで打ち続けて、夕方にんって感じでボロ雑巾引っ掛けたようなんって感じの当たりの時にね、合わせをね入れきれてない時があるんですよね。そんな時にこの貫通性能の高い針だったら、うまいことかかってくれるんじゃないかな、こう思ってですね買ってきたわけなんですけども、裏にちょっとした簡単な説明が書いてありますね。まずはこの部品で見ていくと、まあ、ツイストロックですね。ワームズレシャットアウトで、ワイドゲープ専用設計、ウィードの中でフッキング性抜群に向上っていう、こういった形みたいですよ。でフッ素ブラック、
滑りを良くして貫通性を大幅に高めるということで、であとはですね、強度と針先高度を高め、フリッピングに対応、ね、結構硬い焼き入れをしているっていうことなんですかね。結構ね、うん、まあ軸が太いっていうのもあるんですけど、なんかね、触った感じで本当に、うん、確かなんですかね、この硬いカチッとした感じが手元に本当ちょっと持っただけで伝わってくるんですよね。これはまああの手の、まあ、例えばブルフラットであるとか、ちょっとバルキーなワームね、あれを投げるときどうしてもミディアムヘビーとかヘビーパワーとか、比較的強い番手の竿で投げることが多くなりますからね。あれで鬼合わせを入れても針は残るよっていう、こうガッと刺さるよっていう、こういった強さをですね感じるわけでございます。というわけでまずね、どっちがいいのか、まあ、あとブラフラットも3.8 とか 4.8 とかね、いろんなサイズ使ったり、あとは最近はギルフラットなんていうのも使ってますからね。ああいったブルーギル系のワームって特にカバーに入れてく釣りにね、こういう、まあ、自分この肩があるのが好きなんですよね。ここが先に障害物に当たってくれて、ずれないワームが、まあ、その分フッキングが多少悪くなるようなっていう、考えもあるんですけども、その分このフッ素加工の抜群の、針先持ってきたことによって、そこが相乗効果でですね、より今まで使っていた他のツイストロックシリーズよりも刺さるようになってくれるんじゃないかなと、これに期待してですね、まずはお試しで、2サイズね、こう買ってみました。これでね、具合良ければこれ大人買いしていきたいななんていうふうに思うんですけども、まずはね、ちょっと、釣り場でだいぶね、今春になって魚の反応も良くなってきてくれてますんで、ちょっとねこういった新しい針を見かけたら、いろいろ買ってですね、ベストセッティングは何ぞやということで試していきたいと思っております。というわけで本日の釣りコー TV は、釣り具屋で見つけたですね、カルティバのこの、これ新しいのかな、前からあるのかな、でも関東であんまり見かけなかったですね、ツイストロックシリーズのフッ素ブラックフリッピングフックね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。